さあでは続きいきましょうか。はい、まあまあでも怖い話やったと思いますよ。まあというかまあ細田くんちょっと表情がね良かったんで、はい、いい感じに乗ってきましたね。じゃあ次は新井さんいきます。さあ新井さん、新井さんはだいたい他の人の話するかな、感じとしては。皆さんはじめまして、2年 B 組の新井翔司と言います。皆さん意外と思われるかもしれませんが、僕はサッカー部に入っていた。意外。いやでもこういうやつおる、確かに。サッカー部、髪型もこういうやつおるわ。1年生の時にね、でも1年で辞めてしまいましたけど。辞めたんや。やっぱり向いていなかったんだと思います。向いてなさそう。その首の角度では無理やろ。練習もきつかったし、運動神経はお世辞にもいい方とは言えませんでしたので。でもね、本当の原因は他にあるんです。この学校って宿泊施設が整っているの知ってますか？あ、そうなんや。意外と知られていないんですよね。講堂があるじゃないですか。卒業式や式典を行う講堂。あの講堂の上って行ったことあります？多分ないと思うんです。講堂ってね、もうあんま言わないですよね。ちなみに僕の世代でももうあんま言わないですけど、講堂って。これ書いてる人、結構もう年配の方なんかな。講堂っていうのが体育館と別に存在してる学校ってもうあんまないと思うんですよね。はい。まあまあまあ、いいですけど。多分年配の方なんですよね。ある程度は年いってる方やね、これ書いてんの。多分ないと思うんです。講堂の上。普段は立ち入り禁止ですから。めったに利用する人もいませんしね。3年間学校に通っている人でもあの上に何があるか知らないまま卒業していく人も多いそうです。でもね、一部の人間はよく知っているんですよ、講堂の上に何があるか。枕汚ねえな、おい。枕汚くない？柄？宿泊施設があること。汚くない？枕、おい。引きこもりの枕やんけ、こんなもん。だいたい50人ぐらい。そんな泊まれんの？とてつもないな、おい。50人も泊まれんの、これ。運動部の人間で大会が近くなったり、学校内で合宿を行うときはあそこを使いますからね。なるほど。すごいな。でも本当に一部の運動部だけみたいですよ、あそこを使うのは。なぜかというとですね、出るんですよ、あの宿泊施設には。まあ、ありそうな話。どうしてでしょうか。なんであんなところに出るのかわからないですけれどね。でも一つや二つじゃないんですよ、あそこの噂は。あなた、怖い話っていうとどんなタイプの話に興味がありますか？どうやろう、幽霊の話、不思議な話。まあ、不思議な話かな。そうですか、不思議な話がお好きなんですか。実は僕がこれから話そうとする話はそんなあなたにぴったりな話だと思いますよ。そうなんや、よかった。満足していただけると思います。ハードル上げたな。ええ、実際に体験した僕だって未だによくわからない話なんですから。体験したんや。あれは去年の夏休みのことでした。サッカー部が1軍と2軍に分かれているのはご存知ですよね。それでサッカー部の2軍選手たち、いわば僕たちのことなんですけれど、僕たちは学校で合宿を強いられていました。強いられていましたって。もちろんレギュラーを含める1軍の主力選手たちとは待遇も立場も違いますから、1軍の選手は学校になんか泊まりません。彼らとはめったに顔を合わせることもできないほどですから。あー、やっぱすごいね、マンモス校や、ほんまに。しかも強豪やね、この感じは。僕たちはどう考えても1軍に上がる才能も根性も持ち合わせていませんでしたから、どちらかというと強くなるとか大会で優勝するというよりは楽しいクラブ活動ができれば僕はそれでよかったんです。でもそれって1軍の人たちから言わせると負け犬なんですって。2軍はそんな負け犬たちの集まりなんですよ。1軍から2軍に落とされる選手はいても、2軍から1軍に上がる選手はまずいませんから。まあ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 、結構そうですよね、高校とかやとね。でも僕は逆に、その方が逆に楽でした。負け犬でも楽しければいいじゃないですか。まあね、新庄君だってそう思いますよね。うん、別に、まあまあまあ、どっちでもいいと思う。一言だと思って適当なことを言いますね。高みの見物ってやつですか。そういう新庄君はきっと負け犬になんてならないんでしょうね。この世にはね、支配する人間とされる人間がいるんです。気持ち悪いな、これ。君は支配するタイプの人間なんですね。僕は支配される方が気楽でいいんですけどね。そうですか。新庄君ってそういう人だったんですね。何も言ってへんやん。勝手に解釈すんのやめてくれます？まあいいです。話を続けましょう。僕は負け犬の集まりのサッカー部が気楽で好きだったんですけど、そう思わない人も中にはいたんですよ。とりあえずうちのサッカー部はそれなりに強いですから、僕の思い描く楽しいクラブ活動とは程遠かったんです。練習はきついし、みんな真剣だし。
そう、クラブ活動とか、まあ部活動とかね、ちゃんとね、大会とかあるしね。でも僕と同じ気持ちの人間も多かったんですよ。弱くてもいいからもっと和気あいあいとしたサッカー部を望んでいる人たちもね、それはサークル的なことですからね。それで僕は気の合う友達を見つけました。僕と同じように厳しい練習が嫌な1年生でした。おう、袖山マサルくんって言いましたね。彼は体が弱かったんです。それでお母さんに言われて仕方なく運動部に入ったそうですよ。サッカー部だったら人数も多いしサボれると思ったんですって。あかんやん、僕と似たようなものですよね。でもいざ入ったら大違いで落ち込んでいましたよ。僕たちはすぐに仲良くなれました。その頃もう僕たちはサッカー部の落ちこぼれでしたから、いつ辞めたってよかったんです。でも袖山くんはいいやつでね、サッカー部を辞めるとお母さん悲しむからって地獄のような辛い練習も休まないで頑張っていましたよ。おー、あの上手くなるで。僕ははっきり言って辞めたかったですけど、袖山くんがいましたから僕も付き合って頑張ったんです。それに学生時代に運動部に入っていれば就職の時面接の受けがいいっていうじゃないですか。だから僕も続けていたんです。それで夏休みの合宿になりました。合宿って僕はあんまり好きじゃないんです。集団で規則正しい生活を無理強いされ24時間管理される、そういうのは僕は許されざる行為だと思うんです。それが1週間も続くんです。まあ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 な、まあでもそう、上手くなるためやから別に理由があるから、嫌がらせするためではないんやけどね。袖山くんが いなかったら僕は合宿に参加せずそのままサッカー部を辞めていたでしょう。集団生活って苦手ですから。合宿が始まると最初は宿泊施設に通されて自分のベッドを決めるんですよ。はいはい。初めて見た宿泊施設はなんとも陰気な感じでした。窓といえば なんとか頭が出るか出ないかぐらいの小さな天窓がついているだけで少しも日が当たらないんですよ。いやな、まるで牢獄のようでジメッとしていて、無機質な2段ベッドが、あーなるほど、5番の目のように並んでる。2段ベッドなんやこれ。これ上かな。じゃあそれだけなんです。宿泊施設といってもベッドがあるだけですよ。ベッドもパイプベッドでヘッドライトなんてありませんし、敷布団も薄くてガチガチでした。結構分厚く見えるけどね。結構分厚く見えるけど、まるで畳の上に寝ているようなもんですよ。いや結構分厚く見えるけど、宿泊施設というよりもはっきり言って収容所のイメージでしたね。なるほどね、まあ、あるある、そういうとこ。なんか公共の施設のとことかってそんなんですよね。シーツ自分で敷いてみたいな。合宿を喜ぶ練習もいました。みんなで一緒に食事をしてみんなで一緒に寝る、そういう集団生活に胸を躍らせる人たちもいるんですよ。僕は理解できませんけどね。俺このベッド取った、俺はこれとか口々に言って好きなベッドを取り合うんです。どのベッドだって同じだと思うんですが、新井くんどこにしようか。袖山くんはそう僕に聞いてきました。できるならば隣り合わせの方がいいじゃないですか。知らんけど僕が気の合いそうな人は袖山くんだけでしたから、見るともうほとんどのベッドは埋まっていました。選ぼうにも隣同士だ、並んで空いているところといえばここしかないね。そう言うと袖山くんは入り口から遠い2段ベッドの上の段に自分の荷物を放り上げたのです。その右隣が空いてました。じゃあ僕はここにするよ。僕は袖山くんの選んだベッドの右隣に荷物を乗せました。おいあいつ4番ベッドを選んだぜ。あーバカなやつだな。4番ベッドを選んだ。僕は近くでささやき合う二人を見逃しませんでした。4番ベッド？僕はベッドの縁を注意深く見ました。僕のベッドには2というナンバーが違うやん。あ、袖山が4なんや。袖山が二人の話に気づいていないようでした。僕はそっと彼のベッドを覗いてみると、彼のベッドには4というナンバーが振られていたんです。来た来た。その時僕は初めて気づきました。袖山くんにかなりの注目が集まっていることを。お、このベッドがやばいねや。みんな自分たちの荷物を片付け見て見ぬふりをしながらチラチラと袖山くんのこと、というよりも4番ベッドのことを気にしているようでした。おお。僕はそのことを袖山くんに話すものかどうか迷いました。まああんま言わん方がええよね、こういうのはね。言うべきでしょうか、それとも。どうしたと思います。まあ言わん方がええよね。その通りです。僕は大して気に留めなかったので何も言いませんでした。変なことを言って僕たちの友情にひびが入るのは嫌でしたから。そやねそやね。いらんことは言わん方がいい。その日から辛い練習が始まりました。でも夕食後は自由時間でしたからゆっくりできます。みんな携帯用のテレビゲーム機やコンパクト CD プレイヤーを持ってきていました。そうでない人も漫画や小説を持ってきたり、トランプやゲームを持ってきたりして、みんなベッドの上でそれぞれの時間を過ごしました。僕は袖山くんと勉強のことや趣味のことをいろいろ話しました。楽しい時はあっという間に過ぎていくものです。楽しんでるやんそれなりに。ああ電気消えた。消灯の時間になり僕たちは練習の疲れもあってすぐに寝てしまいました。遅くまで話し合っている人たちもいたようですが、僕もすぐに眠ってしまいました。
ただ夜中に曽田山くんがうなされていたような気がしたことを覚えています。おう、合宿というのは普段起きられない朝でも起きられるものですね。貴重な時間になると突然周りがざわめき出しますから、普段はなかなか布団から出られない僕もその日はあまり抵抗なく起きることができました。袖山くんは眠い目をこすりながらなんだかげっそりしているようでした。あまりよく寝られなかったようだね。僕がそう言うと彼はコクンとうなずきました。うなされていたようだけどあまり覚えていないんだ、疲れたようにそう答えました。そこで僕は気づいたんです。お、え、なんやこれ、な、何これ、ちょっともうちょっとちゃんと作ってくれへん、これ何なんこれ、何これ、何かがほんまにわからん。彼の右手の甲に小さな青いあざができていたことはわかんねえ。あの真ん中のやつが青いあざなんやろうけど、このなんでこんなグラフィック、手でよくない、別に手出したらええやん。何これ、雑いな、なんかどうしたのそのあざ、どこかにぶつけたの。まあまあサッカーの練習してるんやからな、別にあるやろ小さなあざぐらい、うん、よく覚えていないんだ。めんどくさそうに彼はそう答えました。その日の練習の間、袖山くんはとっても辛そうでした。息をするのも辛そうに肩を落とし終始げんなりしていました。僕が話しかけると照れくさそうな笑みを浮かべて答えてくれた袖山くんはたった一日で別人になってしまいました。4番ベッドのせいや、これまた寝苦しそうや、また寝苦しそう、顔色はもっと悪くなってた、あかん、朝がでかくなってる。まるで何か重いものを長い間乗せていたような、もしくは思い切りつねられたような見るから痛そうなあざでした。袖山くん大丈夫かい。うん、手のあざ痛くないのかい、昨日よりひどいようだけれど。うん、うんしか言わへんや、もううんしか言わへん。そんな日が何日か続きました。そして日に日に袖山くんの体調も顔色も悪くなっていったんです。まるで生きているのか死んでいるのかわからない袖山くん。それに伴って右手についたあざも大きく、そしてどす黒くはっきりと印を刻んでいったのです。あかんやん、大丈夫。そして最終日の練習でついに彼は倒れてしまったのです。ベッドに、僕をベッドに。そればかり彼はつぶやいていました。ベッドに行きたいねや、ベッドに取り憑かれてる、日射病じゃないかということでベッドで休ませることにしました。夏休みですから保健の先生もいませんでしたしね。新井、お前ついて行ってやれ。先輩にそう言われ僕は袖山くんを連れて行きました。別に言われなくてもその役は買って出るつもりでしたけどね。いらんこと言わんでんね。その時僕は果たして4番ベッドに寝かしていいものか。確かになー、ちょっと嫌やねこれは。みんなの関わり合いになりたくないような他人行儀の眼差し、そしてあの二人の会話、僕はしっかりと覚えていましたから。新庄君、僕はその時どうしたと思います。いやー、これでも4番ベッドに寝かせな、なんでそんなこと言うんですか。僕はそんな人間に見えますか。まあ結果的には4番ベッドに寝かせることに寝かせたんかよ、寝かせたんかよ、なんやねん、そんな言い方ってないじゃないですか。僕は4番ベッドになく、せめて僕のベッドに寝かせてあげようとしたんやね。でもダメだったんです、彼が嫌がったんですよ。なぜか4番ベッドに寝たがるんですよね。仕方なく彼は、僕は彼を4番ベッドに寝かせました。早く出てって、僕は眠いんだ。実に冷たい対応でした。まるで邪魔者のように彼は僕を追い払ったのです。僕は袖山くん一人残して部屋を後にしました。昼間でも日の当たらないジメッとした宿泊施設、自然とこもった空気も埃っぽくて湿っぽくなるものです。僕もできることなら長くいたくはありませんから。でもだんだんと心配になってきたのです。もし袖山くんに何かあったら責任を取らされるのは僕ですから。考え方、あなただったらどうします。まあ様子を見に戻ろうか。本当でしょうか。あなたが実際あの場にいたらそんな、なんでそんなこと言うねん。いや、別に嘘ついて、なんかいちいちこう突っかかってきよんのよね、こいつら。自分の話したいからなんですよ、これ多分。自分がこうしたっていうことを言いたいから、絶対違うこと言ったら突っかかってきよんねんな。そんな態度が取れるんでしょうかね。あなたって平気で友達を見捨てるタイプに見えますよ。なんでそんなこと言うねん。支配する側の人間ですもんね。根に持ってるやん、ほんで。まあ僕は違いますけどね。ええ、僕は部屋に戻りましたよ。戻ったんや、ほな。ええやんけ、すっと戻ったら、お前。なんやねん。今の言葉なんやねん。ここだけでよくない？今さっきのとこ全部いらんわ。なんやねん。袖山君のことは心配でしたから。寝てました。寝てたんや。頭までかぶった毛布をもぞもぞ動かしてベッドに横になっていました。でも毛布だと思ったのは、生き物だったんです。え？え？なんだこれは、なんだこれは、薄茶色の毛布のような布に全身を
包んだ芋虫のような得体の知れない生き物が袖山くんの上に覆いかぶさっていたんです。なんだこれは、きしょいな。口からなんか出てるよ。ほんでか、なんやろね、もう今んとこわからん。あ、僕は思わず叫んでしまいました。バレるぞ。その途端、そいつの動きが止まったんです。そしてそいつはゆっくりと僕の方を見ました。首から下は毛布のような布切れでしっかりと隠し、全身像を見ることはできませんでした。めちゃめちゃ見えてるけどな、全身像。ちょっと、合わしといてくれる？その、テキストと、全身見えてんのよ。もちろん見たいとも思いませんでしたが、そいつは何とも言えない恐ろしい形相をしていました。女性の顔とも言えなくもないんですが、どこがやねん。まあ、いや、まあ、人間の顔、なと思います。人間ではありません。霊とかそういう存在とも思えず、ただただ不気味な化け物でした。そいつは、え？口に手を加えていました。あ、右手加えとったんや。あの、イラストレーターの人にちゃんと言った。その、発注の時間違ってないかな。時間が止まってしまったような衝撃。あたりは何一つ音がしない無音の世界。もし今ここで針を落としたら、その音さえ聞こえそうなほどでした。何、急に詩人みたいなこと言ってんのよ。その無音の世界の中で、チューチューと何かをすするような、しゃぶるような音が聞こえてきたじゃないですか。そいつは袖山くんの腕をしゃぶっていました。あのどす黒いあざのところを、口をすぼめてしゃぶっているんです。こっち見た！こっち見た！おっさん、口を大きく開きました。まるで人間の頭を人飲みしてしまいそうな大きな口でした。どこがやねん。どこがやねん。ほんまに。なんかちょろちょろ出てるよ、ほんで。逃げることができませんでした。不思議と逃げることさえ忘れてしまったのです。でも、今、新井が喋っとるってことは、無事だったってことやからね。一応言いますと、恐怖のあまり動けなかったのと、未知のものに出会ってしまった衝撃とか複雑に入り混じり、僕は五感を奪われてしまったのです。すごいやん、もう。どうなってんの、これ。もう、セブン戦士で行くしかないんじゃん、これ。そいつは大きな口を開けたまま、じーっと僕を睨んでいました。うん。逃げ出せなかった僕はどういう行動を取ったと思います？叫ぶ、祈る。すごい、もうミスチルみたいになってるやん。唾を吐く！僕はね、何を思ったのか自分でもわからないんですが、唾を吐きかけたんですよ。その化け物に向かってね。そしたら突然ガラスを、爪で引っかくような甲高い声を発して、そいつが苦しみに始めたんです。聞いた聞いた。僕の唾が引っかかったところがまるで硫酸をかけたようにブスブスと焦げて煙が立ち上った。ダメージ与えた。すごい。そいつはそのまま空中に溶けるようにしてかき消えてしまいました。やったやん。死んだのか、それとも逃げたのか、それは僕には分かりません。そいつがいなくなって初めて僕は慌てて掛け布団の中からダランと投げ出されている袖山くんの腕を掴んだんです。袖山くん！僕は思いっきり引っ張りました。そして愕然としたのです。え？え？袖山くんいませんでした。袖山くんの右手だけ、出てきた。ほんでそれとあの先生を合体させたら、元に戻った。っていう話？何の話やねん。肩の付け根から先にあるはずの袖山くんの体はなかったのです。正確に言うならば違いますね。あれ？肩の付け根に植物の球根のようなものがついていました。どういう状態これ？手のひらに乗るほどの小さなものでした。ほん。え？それが袖山くんだったんです。あ！チューチューされて、あれちっちゃい人間？こういうびっくり人参みたいなのあるけど、これ、大根とか。あれちっちゃい人間や、ほら。しわくちゃになってしなびて硬くなった袖山くんの慣れの果てだったのです。あの、手の甲から栄養をめっちゃ吸っとったんや。右腕だけが普通のままだったのが不思議なくらいでした。確かにな。右腕だけなんでこんな戻ってんの、これ。体の養分を吸い取られてしまったんでしょうか。それでもう少し僕が発見するのが遅かったら、最後に残った右腕の養分を吸い取られてしまって、しわくちゃの塊だけが残ったのでしょうか。袖山くんの話をしても誰も信用するはずがありません。
だから僕は黙っていました。黙っていても袖山くんいなくなったのは事実ですし、最後まで一緒にいたのは僕なのですから、事情聴取を受けると思いました。でも何もなかったのです。袖山くんが寝ていたのが4番ベッドだという話が出た途端、僕は校長先生に呼ばれました。おう、おう、夏休みだというのにわざわざ校長先生が学校まで来たんですよ。そして君は何も見なかった、あそこでは何もなかったのだ、いいねと念を押されたのです。うわぁ、よくあるやつ、これ陰謀論とかでよくあるやつ、怖い話とかでもよくあるやつ、あの事件がどうやって勝利されたのか、よくあるやつ、終わり方のねえ怖い話のエンドでよくあるやつ、近くのお坊さんとかが来て、わ、大人がわちゃわちゃして何もなかったことになって、もう袖山もおらんかったことになるやつ、うーわ学校怖いね、ほれ。そしてあのしなびた袖山君の慣れの果てがどうなったのかも僕には分かりません。全部分からへんね、ほれ。それが僕がサッカー部を辞めた直接の原因です。ところであの後僕は4番ベッドの噂を一つで聞きました。何でも4番ベッドを使用した人は行方不明になるんだそうです。けれどあのベッドを片付けようとすると悪いことが起こるので誰も手を出せないのだそうです。でも僕が見たあの化け物は何だったんでしょうか。校長先生は何かを知っているのでしょうか。しばらく経ってある本で読んだんですけど、妖怪の中には人間の妻に弱いものもいるそうですね。そうなんや。もしかしたらあいつもそうだったのかもしれません。でもあいつが死んだとは思えないんです。あんなことで簡単にいなくなるようなやつなら今までに誰かが退治しているはずですからね。シージョー君、あなたも宿泊施設を使う時がいつか来るかもしれませんよ。その時4番ベッドが今もあるかどうか確かめてください。きっとあると思いますけど、でもくれぐれも注意しておきますよ。4番ベッドは使わないようにね。これで僕の話を終わります。まあ、いやまあ、ボリュームもあるし比較的まともな語りで良かったと思いますよ。うん、あの顔をゆって見よったのもなんかちょっと気色悪かったし、うん、ちっちゃい人間がついてたっていうのもちょっとよくわからんけど、まあ良かったと思います。はい、当たり引いてるよ結構今回。いいっすね、いいと思います。はい、じゃあ次回行きたいと思います。